あれ何やってんだろうね。例えば、海洋の海に種類の餌、ロードと呼ばれる細長い魚のように池に持っていきます、そしてもう一つ、シシャモ、こちらを用意してくれているようです、では何か、ペンギンに好き嫌いがあるのか同時に出した際、どちら先に食べるか実験してみましょう。さあ、皆様もぜひ少し観察してみてください。では2種類の魚を用意したところ、例えばどうでしょう、どちらが先に取られたでしょうか。細長い魚の方がどうでしょう、ペンギンたち好みますか。どうやらペンギンにも好き嫌い、好みがあるようですので、どちらの魚の方